常務、もう逃がさない。この汚れた世界にまだ未練があるの？この私が滅ぼしてやるわ。私の世界を創造するわ。これは最後のチャンスです。絶対にうまくいかせません。あなたの魂は私の炎によって消滅される。神経を研ぎ澄ましている。俺の根気を試さないで。もういいわ。チャンスは一度だけ。私の究極の力を受け取りなさい。全てを滅ぼしてやる。あなたではこの私は止められないわ。闇が全てを飲み込むのよ。へんへん、さっきの話すごいでしょ。あの戦いの全員はまだ行方不明です。ははは。ところでお名前は？はじめまして。では初対面のプレゼントとして一人仲間を選択してください。凄まじい攻撃。どけどけ、猛炎で道を開いた。勝利はいつでも俺の味方です。凄まじい攻撃。ご主人様、一緒に冒険できて嬉しいです。旅をもっと楽しくするため仲間を召喚しましょう。さあ、一人目の仲間を召喚しましょう。わあ、強そうな仲間ができました。一緒に戦わせてみましょう。できましたね。出発しましょう。ご主人様、この石灰を触ってみたら標的がわかりますよ。触ってみましょう。森の謎を解きましょう。探していましたな。ここに隠れていますね。ご主人様、戦いましょう。敵が近づいてきました。ご主人様、敵が一番右側に近づいたら戦闘失敗しますので、その前に全部消滅しましょう。凄まじい攻撃。ご主人様、もう一人の精霊がこのエリアに隠れています。見つけて倒したら次の町に行けるようになります。
金塊です。金塊ですね。わあ、これは珍しいものです。ご主人様、指の動きが早いほどコインがたくさん獲得できますよ。早速やってみましょう。危ない。この先に進んではダメ。サンダーバード、お前のそばに立っているやつこそが最強の訓練士か。あの力を手に入れたらもう一度進化できるかもしれない。もう俺を止めることはできねえ。だからこそ彼を守るのよ。彼ならきっと私たちの時代を想像してくれるわ。先手必勝、喰らえ炎の力。最後の一息を味わえ。最後の一息を味わえ。くそ、次こそ決着をつける。覚えとけ。あれ、あなたは。ご主人様、ご主人様、この人私とはそっくりです。私は未来から来たあなたよ。あなたの力ではまだ神獣には勝てないからね。だから未来のご主人様が私を現在に戻して自分を助けろと指示を下したの。だからしばらく協力するわ。そうですか、あなたは私ですか。強そうですね。では行きましょう、ご主人様。ご主人様、バッグで武器があるようです。もらっていいですか。いいですよね。ね、おほほほほほほ、ようやく武器を入手しましたね。もうパワフルの状態です。もっと親密なエリアで冒険してみましょう。ご主人様はもう自分の力で冒険できますよね。うん、絶対いけます。信じていますからね。じゃあこのプレゼントを差し上げます。ご主人様、また新しい仲間が加わりましたね。一緒に戦わせてみましょう。弱々しいね。ご主人様が手を出さなくてもオートバトルをクリックしたら私たちが敵を倒します。凄まじい攻撃。ご主人様、あと一つの場所にまだ行ってないはずですから、ついてきてね。
席を購入できますよ。 VIP の様々な特権も獲得できます。どんな特権があるか見てみましょう。 VIP プレゼントがありますから受け取ることを忘れないでね。ご主人様、ここの人間と精霊の動き、なんだか早かったり遅かったり怪しいです。ここの時間の流れはもう随分混乱しています。ご主人様、気をつけてください。彼は超神獣、時の主、ティアルカーです。冒険者よ、あなたの体内に潜んでいる強い力を感じる敵のパルキアを起こしなさい。時間の流れを戻すため、彼の協力が必要です。私の睡眠を邪魔したやつ、理由を言え。時間の流れがもう混乱してしまってる。パルキア、詳しく説明して。協力？何？なぜこいつがここに？ティアルカ、私の運命のライバルよ。私たちは手を組んで時間の流れを正常に戻さなくてはいけません。人間界には興味ないけど、噂された最強なる訓練士に挑戦してみたいな。私に傷一つつけられたら協力してあげてもいいわよ。ご主人様、気をつけてね。私たちは手を組んで時間の流れを正常に戻さなくてはいけません。十分協力してやるわ。噂通りね。素質がある冒険者。ティアルカ、行こう。気が変わらないうちに約束を果たす。ご協力ありがとうございます。さらば冒険者よ。凄まじい攻撃。ご主人様、これを見つかりました。
ご主人様、ここなんだか変です。息が苦しいです。さすが最強訓練士配下の精霊、三成長の力を感じる。でもあなたは私を待たせすぎた。私たちを待っていたの？三成長は聖なる力に操られている。彼らはここを滅ぼすつもりだ。私だけの力ではもう食い止められない。あなたのことを知っている。冒険者よ、力を貸して。あなたにはとんでもない潜在能力がある。ようやく姿を現したわね、聴夢。邪魔よ、みな死ね。三成長よ、幻から目覚めよ。かかれ。ご主人様の指一本触れさせない。ご主人様の指一本触れさせない。くっそ、これはただの幻。チョームに騙されたんだわ。チョームはまた現れるはず。きっと何かを企んでいるのよ。ご主人様、絶対見つけて倒さなくてはいけません。慰めの実を入手しました。これを食べたら精霊が経験値を獲得してレベルアップしますよ。早く食べて。身を触ってみたらもっと身があるところに導かれますよ。さあ進みましょう。